皆さんこんにちは、なまはげゲームズです。今回はバイオハザードビレッジを難易度スタンダードでクリアしましたので、クリア後の得点についてご紹介させていただこうと思います。まず今回のクリア得点なんですが、前作とは違ってですね、クリアポイント CP と呼ばれているポイントをですね使って解放していくという形になっています。ゲームをクリアするとですね、タイトル画面にボーナスという項目が表示されるようになります。でこれをですね選択していただいて、さらに中にあるエクストラコンテンツショップっていうのを選択していただくと、中にですねクリア特典解放できるものが一覧でずらずらと並んでいます。で解放する項目なんですけど、大きく分けてですね4つに分かれてます。まあフィギュアってやつですね、これ、それからアート、それからウェポン、それからスペシャルですね。4つに大きく分かれてます。でですねフィギュアなんですけども、解放すると何ができるかというと、ちょっと1個ね解放してるんですけども、これちょっと戻ってですね、フィギュアーズっていう項目、この中にですね解放した項目が出てきます。でまあフィギュアみたいにですね、まあ鑑賞できるっていうような、そんな解放項目になっています。でアートなんですけども、これもですね同じように、まあアートワークっていう項目からですね、まあ設定資料とですね、まあ設定画集みたいなものが見れるような項目になって、解放項目になっています。でウェポンなんですけども、これはまあ特殊な武器を解放したりとか、まあ、ゲーム内に出てきたですね武器の弾薬の無限化なんかができるようになるような項目になっています。でこれちょっと注意しなきゃいけないのが、ウェポンの大多数の項目って CP 貯めただけだと解放できないんですね。各種難易度以上でのクリア条件みたいなのがあったりとか、あとは弾薬無限化についてはですね、そのまあストーリーの中で武器をフルカスタマイズして解除パーツも全て装着するみたいな条件があります。それがないと買えないというふうな制限がかかっています。私今現時点でスタンダード1周しかしてないんですけど、まあ、全種類の武器を1回の周回で全てカスタマイズするってね、結構大変なんじゃないかなって思います。というのも後半に出てくる銃の方が基本的には性能がいいんですよ。なので前半使ってた銃カスタマイズして使って、また今度新しい銃にしてカスタマイズしてみたいな風にバラバラにカスタマイズしていくと、後半の銃のカスタマイズまでお金回らないんじゃないかなっていう感じですね。ということで、もしまだ未クリアで2周目は無限弾薬で進めたいみたいな方がいらっしゃいましたら、お気に入りの武器をですね、まあ、1つ2つ絞ってフルカスタマイズ全改造パーツ装着を目指した方がいいんじゃないかなと思います。で改造パーツなんですけども、店で買うものだけじゃなくって、まあ、途中でね拾ったりするものもあるので、まあ、そのあたりもですね見逃さずに拾っていっていただきたいなと思います。で最後にスペシャルなんですけど、こちらはですね、マーセナリーズなどのコンテンツをですね、解放する項目ですね。で、今のところはですね、まだマーセナリーズしかないんですけど、まあ、難易度がね、高い難易度でクリアしたりとか、あと追加コンテンツ買ったりとかっていうことで、これ解放されていくのかなというような項目だと思います。ちょっとまだね、1項目しかないんで何とも言えないです。ちなみにこのマーセナリーズなんですけど、内容的にはまあ時間内に敵を倒してスコアを競うようなモードなんですけど、このマーセナリーズの中でも武器のカスタマイズってできるんですよ。商人とまあ武器の購入とか、まあ、弾薬の購入みたいなやり取りができるのであるんですけど、ただちょっとね1面しかやってないんで、まだ村のとこしかやってないんではっきりとは言えないんですけど、改造パーツが売ってないんですね。なのでカスタマイズは全開にできるんですけど、改造パーツ売ってなかったので、無限弾薬というか弾薬の無限化をこのマーセナリーズでやるっていうのはちょっと難しいのかなと思います。もしかしたらね、難易度高いモードというか別な面だったら売ってたりもするのかもしれないんですけども、まあちょっと今一面やってみた感じだとそんな感じでした。で各種項目をですね解放するための CP の稼ぎ方なんですけど、
このですね、ボーナス項目の中のレコードというところを開くとですね、この中に各項目があります。でもちょっと開放しているものに関しては報酬書かれてないんですけど、開放されてないものに関してはこんな感じでいくら CP がもらえるよみたいなものが書かれています。だいたい私一周して8万ポイント弱ぐらいだったんですね。なのでもし何か開放したいものに足りないとかいうのがあると、マーセナリズの方でもこれ開放項目があって、それでポイントが貯まったりするので、マーセナリズでちょっとね足りない分足したりとかっていうのもいいのかなと思います。以上がですね、まあストーリークリア後のですね得点情報ですねになります。まあ無限化がちょっとめんどくさいので、もし弾薬の無限化目指したいっていう人がいらっしゃいましたら、この情報をもとにですね一種類だけでも全性能を最大値まで強化して改造パーツ全部装着するみたいなのを目指していただければなと思います。それでは今回はここまでとなります。お役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、生ハゲゲームズでした。皆さん良いビレッジライフを。